さんこんにちは、アコブです。実は、歯が、私今歯科治療をしてるんですけど、その歯科治療中の歯の仮歯のところが欠けてしまって、ニュージーランドで歯医者にかかることになりました。予約をしてスマイルデンティストというところなんですけど、なんと初回のコンサル料が無料ということで、結構ニュージーランドでは珍しいんですけど、ニュージーランドの歯医者さんがどんな感じなのかをレポートしたいと思います。で歯医者に行ってきました。コンサルタント料金は無料 で私のトリートメント、は250ドルでやってくれるということで、もしコンサルタントを受けて治療を受けたくなかったら別に行かなくてもいいっていう形で、とてもいいデンティストでした。すごくね、おすすめです。ちょっと今から旅行に行くので、本当の治療は、2週間後に行います。また、またその時も、レポートします。Is this like under control? I think they're doing it on purpose though. Yeah.